い、ワンピースが大好きな神木です。今回もですね、ワンピース最新話の話をしていきたいと思います。まあ第1059話ですね。まだ見てない方はすぐにこの動画を絶対に閉じてください。はい、1059話で明かされたものにセラフィムというものがありました。新型のパシフィスタですね。まあ2年前に頂上戦争でパシフィスタっていうのが出てきたんですけども、2年の時を超えて七部会が撤廃されて、まあベガパンクが作り出したパシフィスタの超進化版みたいな感じですよね。でそのセラフィムに関して考えていくといろんな可能性が見えてきましたので、ちょっと話していきたいと思います。ぜひ皆さんの意見も聞かせてください。はい、このチャンネルはですね、ワンピースを世界一楽しむをコンセプトに動画作りをしておりますので、ぜひですねチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは行きましょう。パシフィスタの進化、まあ、ベガパンクの実験の進化をちょっと考えていきたいんですよね。でこのパシフィスタを考えるにあたって、ベガパンクもですね、最初からバーソルミュークマのパシフィスタと今回のセラフィムをパッパッと作れたかというと、そうではないと思うんですよね。もちろん研究者ですので、いろんな実験をして進化して今にたどり着いたんじゃないかなと思うんですよ。まあ段階的に進化してきたんじゃないかと。それをですねちょっと考えていくと、まずその実験の最初の段階では、ベガパンクというのは大量に人間を作って、その一人一人をまあサイボーグ化すると、でそれが強いと、当時は一番強いと考えられていたんじゃないかなと思います。まあそれがバーソロミュークマを使ってやったということですね。でビンスモークジャッジもベガパンクと同じ研究チームにいたとされてますので、さらにジャッジよりもベガパンクの方が頭がいいということは分かっておりますので、ジャッジがやれたあの人造人間たちですね、クローン兵たちの製造というのは当然ベガパンクもできると思います。なのでバーソロミュークマをベガパンクが大量に培養液につけて作ったと、そして一人一人をサイボーグ化して、まあ、頂上戦争でも分かるように武器として投入したと、まあ、ある程度あそこで完成してましたよね。初代パシフィスタのような位置づけがバーソロミュークマであり、バーソロミュークマの血統因子とか元になるものを作って作られた大量のクローン兵のサイボーグなのではないでしょうか。まあ、頂上戦争の時もですね、プロトタイプと言われてたんですよね。試作品だったわけなんですよ。なのでベガパンク自体ももっと理想としてはあるけども、まあ、500年先まで考えれますからね。理想としてはあるけども、その当時の技術で作れたのがあのパシフィスタということなのではないでしょうか。そして次の段階ですね、人間をルナーリア化すると、まあ、それが今回出てきたミホークになってくるんじゃないかなと思います。ハンコックはですねちょっと話したいことがあるのでまた置いておくんですけども、まあ、今回出てきたものがベガパンクが思う最強の兵器の次の段階、人間をルナーリア化するですね、まあ、新型パシフィスタセラフィムがそれに当たるのではないでしょうか。ということで頂上戦争の時はあのクマを使ったパシフィスタが一番強かったと思われるんですけども、そこでベガパンクがルナーリア族の血統因子を作って組み合わせればさらに強いものが作れるんじゃないかということで着手したのがセラフィムなんじゃないかと思われます。なので2年前に着手、血統因子を掛け合わせてクローンを作ると。で2年経ってますので、ジャッジのところでは20歳のクローン兵を作るのに5年かかると言われてましたので、1年間で4歳年を取るシステムというのは出来上がってるんですよね。なので2年経ってるので8歳、今回のあのハンコックのようなものもミホークのようなものも幼少期だったと思いますので8歳になってるということなんじゃないでしょうかね。でミホークのセラフィムに至っては、そのルナーリア族の強度に加えて刀の技術まで踏襲されてますよね。なのでミホークの血統因子というか、ミホークの剣の技術まで乗ってしまってるという、もうかなり完成された人間兵器になってると思うんですよ。でなぜハンコックを別で話したいかというと、次の話になってくるんですね。実験体がいる可能性なんです。ある段階からベガパンクはサイボーグ化するのではなくて、血統因子を使ってルナーリア化しようと思った。この動画内ではその説で話すんですけども、そこに至るまでもですね、いろんな試行錯誤があったと思うんですよ。でハンコックの今回出てきたセラフィムをよく見てみると、レーザーを手のひらから出してるんですよね。これっていうのはですね、ハンコックの特性ではないじゃないですか。どちらかというと2年前に活躍したプロトタイプのあのクマのパシフィスタの要素ですよね。つまり人間をサイボーグ化するからですね、ルナーリア化すると、そこに至るまでも途中途中ではいろんな施策があったんじゃないかなと思われるんですよね。まあルナーリア化が進んでハンコックのセラフィムを作ってるんですけども、本人の特性、ハンコックの特性というのは悪魔の実の要素っていうのが強さ的には大きいわけじゃないですか。ハンコックの血統因子を抽出して作ったとしても、メロメロの実の特性は流用されないとなればですね、じゃあ人間兵器として強さを求めたいから、その前のプロトタイプで使ってたレーザーを組み込もうと、そう思ったのかもしれませんよね。まあ、とにかく実験をですね、いろんなパターンしてたと思うんですよ。で行き着いて今回出てきたのがハンコックのセラフィムとミホークのセラフィムだったのではないかと思われます。でそう考えていくと、あの七部会に大きな可能性というのが出てくるんですね。失敗作が活躍してるんじゃないか。
はい、ベガパンクはですね、桃之助の人造悪魔の実を失敗作だと言ってますよね。で、同じように実験を繰り返していたはずのパシフィスタにも失敗作というのはあるはずなんです。で、そこで可能性を探っていくと、一人ですね、その人っていうのがもう出てきてるんじゃないかと思われるんですね。それがエドワード・ウィーブルですね。つまりエドワード・ウィーブルというのはもしかすると白ひげの血統因子を元に作られたパシフィスタの失敗作なのではないでしょうか。はい、この可能性ちょっとあると思うんですよね。白ひげの血統因子が入っていればウィーブル自体も実の息子とも言い張ることができると思います。また見た目を見てもらっても白ひげのひげのところしか反映されていませんし、傷跡も、まあ、実験の跡のようにも見えますよね。そのサイボーグ化とルナーリア化の間にいるような実験の跡という感じがしませんかね。そして実力は相当なものということが海軍からもお墨付きを もらってますので、まあ、人間兵器というふうに生み出されているならば、まあ、いろんなプログラミングがしてるでしょうし、戦いに特化しているという側面があると思いますので、強さが保証されているのにも、まあ、納得がいくということにつながらないでしょうか。まあ、どこかの段階でバッキンがその失敗作を盗んで自分のものにしていたとしたらですね、ありえるんじゃないでしょうか。まあ、なぜね意思を持っているのかとか、まあ、いろんなですねありえない部分っていうのがあるかと思うんですけども、それも全部失敗作だからという一言で片付けられてしまうと、そういう側面がねちょっと出てくるんじゃないかなと思います。で、このウィーブルが白ひげの失敗作だということであるならば、セラフィムを七部会にしてるその理由もですねつながってくると思うんですよね。ちょっとこれまた後から話したいと思います。血統因子は他にも抽出されているかということで、ミホークとハンコックはおそらく抽出されてますよね。でも現にカイドウも抽出されているわけなんですよね。なのでカイドウのセラフィムというのが今後出てくる可能性がありますよね。またそう考えていくと、インペルダウンに収監されていた人物もいくらでも抽出するチャンスというのは海軍側からあったと思いますので、もしかすると僕らが知っているようなその収監されていた人物がセラフィムとして出てくるということもですね考えられるんですね。例えばエースですね。エースも、まあ、地獄のぬるま湯とかですね、まあ、インペルダウンっていうのは最初にそういう段階があるんですけども、まあ、そこで実は血統因子を取るための儀式だったと、まあ、カモフラージュしてそういう儀式にしていたということであればですね、もうみんながみんな血統因子取られてるわけなんですね。なのでエースのセラフィムというのが今後出てきて戦うことになるという展開も可能性としてはゼロではないんじゃないかと思います。伝説の海賊たちももしかすると血統因子が取られていたとするならばあり得るんですよね。例えば海賊王ロジャーですね。ロジャーも処刑されていますので、どこかの段階で血統因子を取られて残しているとするならば、ベガパンクがロジャーの血統因子を使って最強のセラフィムを生み出している可能性すらありますよね。また伝説の海賊といえばロックスもそうですね。ロックスも、まあ、ロジャーとガープの、まあ、共同戦線みたいなものにやられてるんですけども、その DNA 的なものが海軍側に渡っていたとするならば、ロックスが過去の人物ではなくて今の段階でセラフィム化されてルナーリア化されて出てくると、そういうこともありえるのかもしれませんね。いや本当ね、セラフィムはいろんな可能性が考えられます。なぜ七部会を実験体にしたのか、はい、これが不思議なんですよね。今ですねセラフィムにしたのはハンコックとミホークということが、まあ、ほぼ確定で分かってるんですけども、言ってしまえばクマもされてるわけなんですよね。2年前の時点のパシフィスタ、まあ、2年後も出てきてるんですけども、そのパシフィスタにはクマの血統因子を使われてると思いますので、揃いも揃って七部会の血統因子を使われてるわけなんです。まあ、もちろん七部会というのは強いんですけども、他にもですね強い人物たちというのはいっぱいいるわけで、なぜ七部会にする必要があったのかというのが結びついてこないんですよね。で、このパシフィスタの実験というのは七部会が撤廃される前からですねされていましたので、七部会をそれぞれ強化するという名目で実験が始まったのでしょうか。つまりもともとはハンコックは七部会にいて、そのハンコックを強化するためにベガパンクというのは、まあ、命令を受けてハンコックの強化部隊みたいなものを作っていたと。なので相性がいいハンコックの血統因子を使ってハンコックのような人をたくさん作ろうとしていたと、まあ、当時の七部会を強化しようとしてたということで作り始められたのかもしれませんね。で、また別のパターンとしてさっきも言ったようにこのウィーブルですね、ウィーブルが鍵になってくるのではないでしょうか。つまりウィーブルがバッキンに盗まれてしまって、海軍側としては今やっている実験が世にバレてしまうと、そういうことは避けたいということで、あえてウィーブルを七部会に入れて、まあ、逆輸入的な感じですよね。ハンコックとかミホークの血統因子を使って同じく新型パシフィスタの実験をすることで、世間の目からパシフィスタの実験を、まあ、
バレないようにしたと、そういう可能性は考えられないでしょうか。ウィーブルというのはまだ謎がいっぱいあるんですけども、白ひげの血統因子を使ったパシフィスタの失敗作であると、あながちありえるというか、ちょっと面白く感じられてしまいますよね。はい、どうでしょうか。皆さんの意見ぜひ聞かせてください。ということで今回この辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。じゃあね。